民族妙ベトナム。新ちゃんもんがーい。稲妻エディケーションのひなきキャンでーす。今、新型コロナウイルスのせいで、なかなかベトナムに戻れません。いつもベトナムのことで頭がいっぱいです。今日は、ベトナムに住んだことのある日本人が、ベトナムを離れた時、何を思い出すかについてお話ししたいと思います。では、行きましょう。1、道で買える果物。食後にふと思うんですよ。マンゴー食べたいって。でもスーパーまで行くのはめんどくさいし、日本のマンゴーは高いし、そんな時ベトナムに戻りたいなーって思います。ベトナムの道に売ってるマンゴーは安いし美味しいし、しかも無料でカットしてくれるから本当に最高です。2、道の騒音。皆さんの中にもベトナムの道の騒音にはうんざりだって思ってる人いませんか？実は私もそうでしたよ。ハノイやホーチミンに住んでた時はいつも外がうるさいなって思ってました。だけど日本に帰ってきた途端、あの道の騒がしさが恋しくなります。日本は朝でも昼でも夜でも静かすぎて少し寂しいです。あまりに静かなので、この世界生きてるのは私だけかなって思うことがあります。3、ハオハオ。料理したくない時、よくハオハオを作って食べました。あの酸っぱくて辛いハオハオの美味しいスープの味を思い出します。日本でハオハオが安く買える場所があったら、ぜひ私に教えてください。4、ベトナムの街並み。ハノイやホーチミンによくあるごちゃごちゃした街並みが恋しいです。歩くだけでバイクに跳ねられそうになったこともあるけど、あの楽しい雰囲気の道がとっても恋しいです。チャダーの店で笑いながら話してる人たち、屋台から香る料理のいい匂い、あーいバンミーホンっていう声、すべてが懐かしいです。道を探索してる時、美味しそうな料理を見つけたり、おしゃれな服の店を見つけたりしてとても楽しかったです。5、ベトナム人と遊んだ思い出。ベトナムに住んでいた時、ベトナムの大学生とか、学校を卒業したばかりの若い人たちとよく遊びました。みんなで公園でチャダーを飲んだり、ギターを弾いたり、バスに乗って動物園に行ったりしました。みんなと遊んだ時、初めてお金をかけなくてもこんなに楽しい遊びがあるんだって知りました。みんなで写真を撮ったり、動物園で寝ている動物を見たり、プラスチックの小さい椅子に座ってお茶を飲んだり、日本にいた時はつまらないと思っていた小さな遊びがみんなと一緒にやるととても楽しく感じられました。6、お茶を飲みながら外の景色を眺めること。日本ではそういったのんびりした時間が少ないです。なので時々お茶を飲みながらゆっくり道を眺めたいなって思う時があります。ベトナムの道にはたくさんの人が歩いてるので、見てるだけで楽しかったです。早くベトナムに戻りたいです。以上、ベトナムに住んだことある日本人がベトナムを離れたら何を思い出すかについてでした。皆さんは日本に来てからベトナムを思い出すことってありますか？ぜひコメント欄で教えてください。このビデオに共感したらチャンネル登録と高評価忘れずにお願いします。また他のビデオで会いましょう。じゃあねー。